山、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 山。志望校合格。開明塾。チャンネル。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。山下です。今日は2022年共通テストの英語リスニングの予想をやっていきたいと思います。それでは見ていきましょう。まあリスニングですね。難易度、昨年とほぼ同等ぐらいになるんじゃないかなと思いますので、まあ昨年の問題を解いていただいて自分の大体の点数を把握していただくのがいいのかなと思いますが、もう何回もやると覚えてしまう可能性がありますので、予想問題とかね、そういったところも通してやっていただければ大体同じぐらいの点数になるのかなと思います。じゃあ早速予想見ていきましょう。第1問第2問に関しては25点16点分の得点があります。平均が第1問が17点ぐらいで、第2問が13点ぐらいの予想になるかなと思います。イラストや地図などの説明問題、ポスターとかね、チラシとかそういったものもあるかもしれないんですけど、こういったイラストとか地図のね、内容について語っている問題になります。会話の表現やポイントとなる単語を聞き取れるようにすれば基本的に答えられなくはないかなと思いますので、1問2問はある程度皆さん点数を稼ぎに行けるリスニングになってます。ただここ2回繰り返しのリスニングになるじゃないですか。なので2回聞き取れるから2回ともちゃんと聞こうみたいな方だと後々苦しい形になります。なるべく1回で聞き取っていただいて、その先の問題を見通していただく。なので1回と思っていただいた方がいいかなと思います。2回目は他の問題の資料を見たりとかポイントをもう押さえておくことで、他の問題も安定して点数が稼ぎに行けますので、ここでいかに1回で聞き取れるかどうかがポイントになってきます。1回で聞き取れるかだと2回必要な方でやはり得点差が開いてきますので、そこだけ注意をしてください。じゃあ続いて第3問、18点分ありまして平均11点ぐらいになるかなと。対話部分に関しては数字を使った文章になり、その数字についての問題やあとは発言者の意図とか行動理由、今後の活動などの会話になるかなと思いますので、そこの内容を把握していただいた上で質問が入りますので、そこの活動、行動理由、意図とかあと数字に関してしっかり聞き取れるようにしていただくことと、主語注意ですね。誰がどういった行動をするのかっていうのはそこを変えて質問をしてくる可能性ありますので、そこはしっかり、把握をしていただくことが必要になるかなと思います。第4問12点分ありまして平均6点ぐらいになるかなと。グラフや資料の数値や内容をチェックしていただく、ここリスニング聞きながらこの数値の内容を把握してると多分時間が足りなくて聞き漏れが生じてきます。なのでこの第1問第2問でいかに早めにこういったところねチェックできるかがポイントになってくるかなと思います。でこの数値とか内容を把握していくんですけど、例えば数値とかだったら最大値最小値平均とか、真ん中の人よりこの一番なんかポイントが多いものとか、ポイントが少ないもの、お金が高いもの低いものとか、そういったことで内容をもう事前に知っていくと会話文も聞き逃しが少なくなるかなと思います。ただし B 問の図表に関しては言い換えの問題も出てきますので、この言い換えの問題に関して、あ、こういうことを言ってたな、だからこういう言い回しでいいのかなとかいうことを言い換えられるように練習をしていただくのがいいのかなと思います。ただ続いて第5問15点分ありまして平均8点ですね。対立の会話になりますので、誰がどの立場で話していて何の説明をしているのか、そういったところを把握できるように、していただければ比較ができます。で比較していただいたことによって問題が解けるような形になってますので、必ず主語確認しどっちの立場で何の話をしているのかっていうところを聞き逃さないようにしてください。
で続いて第6問14点分ありまして平均5点になります。こちらに関しては各発言者結構出てきたりしますので、そちらの発言者 A さん B さん C さん D さんとかがいたとしたら、それぞれ主張してきます。 A さんはこうだよみたいな、 B さんはこうだよみたいな、 C さんはでも俺はこうだよみたいな感じで、どん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 主張がこう繰り返されていきます。繰り返されるんですけど、これ要点をまとめていただくと、こうもう自分の主張を言うだけなんですよ基本的に。なので、まあ自分の意見を曲げていかない頑固者みたいな、形になりますので、いい意味で捉えれば自分の意見をしっかり持って、主張ができているので、その主張を聞き取って、その内容は誰の発言なのか、どういった説明をしてたのか、どういった主張なのかっていうところを把握していただければ、第6問も取れるようにはなるのかなと思いますので、そこのまとめですね。なので第6問に関してはメモ書きを残してもいいのかなと思います。むしろメモ書きなく聞き取れる人は結構英語を聞き取れる、もう元からね聞き慣れている方なのかなと思いますので、それ以外のね、方はメモ書きをしてもいいのかなと思いますので、第6問だけはメモを取ってもいいのかなと思います。ここの内容を把握した上で当日何点取れるかどうか皆さん頑張り次第だと思いますので、ぜひぜひ最後まで諦めずやってください。じゃあ今回のリスニングに関しての予想は以上になりますので、また次回違う教科の予想をやってきますので、そちらの方もご活用いただければと思います。それでは失礼いたします。